次に吉田恒彦君。はい、吉田君。おはようございます。立憲民主党の吉田恒彦でございます。短い時間ですので今日も、ね、原稿全部送ってありますので、しっかりとしたご答弁ですね、正確のご答弁いただけるものと期待をいたします。今日はですね、特定商取引法、いわゆる特商法の改正についてお伺いをしていきます。平成28年改正の際に規定された付則には5年後の改定と定められていますね、大臣。しかしですね、勧誘を繰り返し断っているにもかかわらず、必要のない高額な請負契約をさせる訪問販売被害や SNS による勧誘を契機とした高額な副業トラブルなど悪質商法による被害は後を絶たないどころか、ますます巧妙化している気がいたします。ぜひ自見大臣にはですね、在任中にこの特商の改正を実現してほしいという期待を込めて特商に関して質問をいたします。まずですね、インターネット上での詐欺的な定期購入販売被害についてお伺いします。詐欺的定期購入被害は昨年6月に改正特定商取引法が施行された後も、国民生活センターによると月別の相談件数は2022年末から急増し、本年1月には月間1万件を大臣超えています。まずお聞きしますが、消費者庁はこの原因についてどのような分析をされておられますか。はい、自見大臣。パヨネットに登録をされました定期購読に関する消費生活相談件数につきましては、改正特定商取引と取引法の施行後一月あたりでありますが、月間1万件を超える期間もあったものでありますが、その旨おおむね減少傾向となってございます。この期間におきましては消費者意識の高まりなどもございます。たくさん取り上げて、メディアでも取り上げていただいたということもあったかと思います。そういったことなどにもよりました。また例えば低価格を強調するものや注文をせかしたりするものにかかる内容でございますが、相談が増加したものと承知をしております。でこれを受けまして、消費者および国民生活センターにおいて、現在注意喚起を行うとともに、最終確認画面における誤認表示の禁止規定についての周知活動を進めてきたところでもございます。はい、吉田君。はい、はい、自見大臣。分析をということでございますが、繰り返しになって恐縮ですが、消費者意識の高まりがあったというふうにも思ってございますし、またこの間でございますけれども、おおむね増えているということでございますが、その後、減少傾向と申し上げました。この時期はコロナ禍であったということも非常に大きかったのではないかということも考えておりますが、いずれにいたしましても、われわれといたしましては、きちんと相談に応じている件数の中身を大事にしておりますので、その分析等もしっかりと引き続き行ってまいりたいと思います。また前段の申し上げましたパヨネットに登録された定期購入度ございます。はい、吉田君。大臣、文書全部渡してありますので、適切かつ簡潔にですね、答弁をしっかりしてください。これ、ですね、原因はですね、広告画面、この増えたですね、原因ですよね。広告画面についての改正がほとんどなされなかったことや、最終確認画面で初回分と2回目以降の契約条件を分離表示することをガイドライン等で明示的に禁止していないことによる脱法事例が多発していると考えられます。で、広告画面について最終確認画面と同様に誤認表示を禁止したり、最終申し込み画面の分離表示を禁止して支払い総額の明瞭表示を義務付けるなどの抜本的なですね、改正が必要だと考えます。早急に特商を改正してこういった抜本的な対応をするべきではないですか。お答えください。はい、自見大臣。お答えいたします。消費者庁といたしましては、詐欺的な定期購入商法対策といたしまして、昨年6月に施行された改正特定商取引法で最終画面において定期購入契約でないと人を誤認させるような表示等を禁止するなどの規制を設けたところであり、まずはその周知活動や、注意喚起に努めてきたところでもございます。また定期購入にかかる消費
消費生活相談の状況を注視してございまして、違反する事実があれば積極的な対処を現在行ってございます。令和5年6月になりますが、最終確認画面において定期購入契約でないと人を誤認させるような表示をしていたものとして、通信販売業者に対する行政処分も行っているところでございます。消費者庁といたしましては、まずは改正法に基づく執行を適切に行い、その遵守状況等を確認していく段階であると考えてございます。はい、吉田君。ですので、もう一度申し上げますけれども、最終確認画面と同様に誤認表示を禁止する、最終申し込み画面の分離表示を禁止する、支払い総額の明瞭表示を義務付けるということが大事、私は大事だと言っているんです。そこに関してのことだけを聞いているのをお聞きしたいとしますが、そこはいかがですか、解説するんですか。はい、自見大臣。ありがとうございます。お答え申し上げます。繰り返しになって恐縮ですが、まず、はい、消費者庁としてはまずは改正法に基づく執行を適切に行い、その遵守状況を確認していく段階であると考えておりますが、委員がご指摘いただきました個別の具体事例につきましても、遵守状況等を確認していく中でも意識を高く持って対応してまいりたいと思います。はい、吉田君。大臣、個別の具体事例じゃなくて、もうここが問題なってことを分かってるんで、大臣、そこちゃんとやらないと、個別の具体事例という表現では誤った認識を大臣がされていると世の中に伝わりますので、気をつけた方がいいと思います。次にですね、近年消費者の利用が増えている SNS 関連の消費者トラブルについてお聞きします。近年消費者が利用する SNS などに販売業者からのメッセージが送信されたり、 SNS 等の利用中に表示される広告をきっかけとしたトラブルが多く見受けられますね。大臣、内閣消費者委員会はワーキンググループ報告書を受けた県議で、 SNS メッセージ等による勧誘と電話勧誘との類似性から勧誘規制の検討の必要について触れ、さらに今年になりチャット勧誘に行政規制、民事ルールを設けるなど消費者庁に十分な検討を求めました。そこでお聞きしますが、消費者委員会のこのような提案に対して消費者庁はどのような検討を行っているのか、あるいは今後行う予定なのか、お答えください。はい、自見大臣。お答えいたします。消費者庁といたしましては、独立した第三者機関でございます消費者委員会からの SNS やSNS やチャットに係る提案を真摯に受け止めております。消費者被害の防止に向けまして、法の執行に強化的に取り組んできたところでもございます。例えばでございますが、 SNS を含めまして、スマートフォンにより申し込みが行われる通信販売に一層注力した調査を行うとともに、 SNS を利用した事案に対する執行強化を目的に、事業者による特定商取引法の広告表示義務の遵守状況が具体的に確認検証できるよう、国民生活センターの協力も得つつ、消費者に広告および最終確認画面のスクリーンショットの保存を繰り返し呼びかけていることにも取り組んできたところでもあります。また SNS を利用した事案としては、消費者庁はメッセージアプリを契機として誘い込み、オンラインミーティングなどにおいて不適当な勧誘を行った連鎖販売業者に対しまして、令和5年7月に行政処分を行ったところでもございます。このような取り組みを進めるとともに、関係機関と密接に連携をして消費生活相談の実態、また行政処分の状況等、さまざまな要素を勘案した上で慎重に検討を積み重ねてまいりたいと思ってございます。はい、吉田君。大臣、ですのでルールをおっしゃっていただきましたが、それではダメだと消費者委員会は提案しているわけであります。これ本当に大臣、今ルールご説明した、多分大臣も聡明な方なんで分かってらっしゃると思うんですけど、違うんですよ。ですから消費者庁の対応が現に多発している被害に対応しては遅すぎると言ってるんです。ですから現実に発生している被害をこれ防ぐためには、特処法改正しないとならない、特処法の改正は急務だと、そう言ってるわけだし、我々も言ってるわけです。そこに関してはっきりとお答えください。はい、自見大臣。特定商取引法につきましては、近年では令和3年に詐欺的な定期購入商法対策に係る改正をし、令和4年6月に施行されたところでもございます。私といたしましては、まずは改正された部分の効果をしっかりと見定めなければならないと考えてございます。はい、
まあ、大臣、それね、だから当時から不十分だと言われてたんです、ね、当時からこの改正では不十分だと言われた、案の定不十分なわけですよ。だから再改正しなきゃいけないのは当然なんです、大臣。でちょっとね、役所の皆さん、私これ親切で本当文章全部分かりやすくしっかり答弁していただくように送ったのに、これ全然ダメじゃないですか。これちょ、役所の方も大臣あんまこの恥かかしちゃいかんと思いますよ、はっきり言って、こんなひどい答弁で。じゃあ次いきます。まあ、今回取り上げた問題もですね、内閣消費者委員会などから消費者保護に寄り添った提案がなされて いるにもかかわらず、ね、実際の法改正では一歩も二歩も後退した法案が提出されて法改正されている例がずっと続いているんですよ。この消費者庁に、消費者委員会に提出される、あ、消費者問題に関する特別委員会に提出される法案、毎回そうです。もう本当に提案よりだいぶ後退した、とても消費者庁、ね、が消費者に寄り添っているとは思えない法案ばかりなんです、ね、だから自民大臣におかれましてはですね、ここはっきり答えてほしいですけど、消費者庁創設の原点に戻って消費者保護のためにね、消費者委員会などの意見に十分に配慮した消費者目線に立った法改正を一日も早く実現していただきたいんです。ぜひですね、今ちょっと残念な答弁をされましたが、特商法改正ね、改正したばっかりだから、改正が不十分だから問題が起こってるんです、ね、当時から指摘されてた。だからもう一回特商法改正しなきゃいけないんです、抜本的に。そこ大臣どうですか。自民大臣お答えいたします。消費者行政全般に対して権議等を行う消費者委員会の意見は極めて重たいものとして受け止めてございます。消費者保護のために消費者目線に立った取り組みが非常に重要だと考えております。例えばでございますが、消費者教育の充実や相談体制等の強化、また情報収集の支援といった取り組みも行いつつ、引き続き悪質商法や消費者被害の状況、特定商取引商の実行状況の全体を注視しながら、検討を積み重ね、適切に対応してまいりたいと存じます。はい、吉田君、まもなく終わりですので、まあ、ちょっと大臣、ちゃんと特章改正すると言わないとダメだと思いますよ、これ、ちゃんと将来的には、抜本的に。まあ、最後、ちょっとだけ時間あるんで、まあ、これは通告しないんで、役所からでも結構ですけど、やっぱりこの悪質なさまざまな法律、ね、ビジネス、明らかにそのね、ファンドとか、特殊なファンドとかを除いた場合は、もう、明らかに高利なビジネスを謳うものをね、ボトルネックでも抑えないといけない、つまりエビデンスを提示させて、許可制ないしにすると、ほとんど許可できないものばっかになるはずですからね。こういった、まあ、もうありえないような行為を謳うビジネスに関してですね、やっぱり全体的に取り締まる必要があると思います。これは大臣じゃなくても役所からでも結構ですが、一言いただけますか。はい、藤本政策立案総括審議官。お答え申し上げます。消費者をしっかり保護していくというのは我々の役割だと考えております。で、とりわけその特商法というのはその中で大事な役割を果たしているというふうに考えております。そういう意味では特商法のまずは法改正に関する執行をしっかり行いつつ、まずはそういう段階ではあると思いますけれども、委員のご指摘もしっかり踏まえたいと思います。ありがとうございます。はい、よろしく。終わります。ありがとうございました。